この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はプレミア12に臨む侍ジャパンの最新情報をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。11月9日から2日間愛知名古屋市のバンテリンドームで行われたラグザス侍ジャパンシリーズ2024でチェコと対戦し2連勝を収めた侍ジャパン、井端弘和監督は2戦目の試合後に充実の表情で会見場に姿を見せ、勝てたことには満足してますけど、この2試合やりたいことだったりを一通りできた、そちらの方が満足していますと手応えを語った。この2試合に出場した選手はほとんど安打を放った打線、2戦目では日本シリーズを経て合流した桑原、牧、佐野以上 DeNA、栗原、ソフトバンクの4人にも安打が出た。中でも4番に起用した森下、阪神の充実ぶりは光り、1回2死1塁から先制のツーラン、そんな価値ある一発に指揮官は、併殺でチャンスがついえたところで四球で出てホームランですから助かりましたと目を細めた。森下は宮崎での練習試合も含めて実戦は3試合すべてで安打を放ち、11打数5安打3打点、井端監督の初陣となった昨年のアジアプロ野球チャンピオンシップでも初戦の台湾戦で本塁打を放ち優勝への流れを呼んでおり、この日4番にしたことに指揮官は、昨日は牧選手でどっちかに森下選手を入れたい思いがあった、これからコーチと相談しながら打順を決めたいと、本番でも4番の候補と考えているようだ。2例の7回には先頭牧が出塁すると、磯畑日本ハムを代走に、足のスペシャリストは牽制に引っかかりながらも二塁に走り切って二投し三投も決め、源田西武の2ゴロで3点目を奪っており、井端監督は終盤に1点取りたいところで出て行って盗塁してくれて、彼の持ち味を十分発揮してくれたかなと思いますと語っている。またプレミア12の本戦に向けてはいろんな戦いができるんじゃないかと思っています。28人全員で勝ちをつかみに行けたらと思います。自分のプロ野球生活をスタートした名古屋でプレミア12がスタートできるのは感謝の気持ちでいっぱいです。ここでいい勢いをつけて世界一になれるよう頑張っていきたいと思いますと語っている。また鳴り物の応援がある日本と違い、初回は静かだったチェコの攻撃、しかし2回には三塁側の観客がチャントを始めると徐々に輪が広がっていき、左翼席も応援歌の大合唱、チェコの選手が長打を放ったり気迫あふれる攻守を披露したりすると、手拍子とともにレッツゴーチェコ、ホームランホームランなど23,223 人の観客から拍手と歓声が送られた。また試合後には三塁ベンチ前に整列し、客席に向かってお辞儀で感謝を示し、日本代表と握手で健闘を称え合うと、客席の拍手はひときわ大きくなる温かい空気に、ハジム監督は会見で日の丸の鉢巻きを巻き、日本ありがとうございますと日本語で感謝した。昨年3月のワールドベースボールクラシック WBC でも爽やかで懸命な戦いぶりで一躍人気になったチェコ、今回もスポーツマンシップを見せファンの心をつかんだ。チェコのハジム監督は試合後、アメージングだった、信じられなかった、100回以上言っているが日本のファンは本当に素晴らしい、毎試合日本のファンの前でできたらと思うと感無量の様子を見せると、逆に我々も日本のファンでいたい、このような形で侍ジャパンと対戦できたのは天からの贈り物だと思っていると止まらないハジム監督。今回は2連敗したが随所に好プレーを見せ、チェコは国は小さいが夢は大きく持っていたい、日本は前回の WBC で優勝した、今回のプレミア12でも優勝してほしいと願っていると世界一を目指す侍ジャパンにエールを送り、また会見終了後、退席するハジム監督と V 面識内野手に報道陣から拍手が送られた。昨春の WBC で初出場初勝利を飾ったチェコ、東京ドームでの1次ラウンドで日本とも対戦し、爽やかで懸命な戦いぶりとスポーツマンシップで日本のファンの心をつかんだ。国内にプロ野球リーグはなく、消防士や教師といった本職を持ちながらプレーしていることも話題に。以降侍ジャパン前監督の栗山英樹氏がチェコ野球の名誉アンバサダーに就任するなど、
日本と積極的な交流が続いている。このつながりは53歳の指揮官にとってまさに念願だった。侍ジャパンが初代王者に輝いた2006年 WBC、 ハジム監督は日本を訪れ、東京ドームで大会を観戦、愛知も訪問し、小学校から大学、プロ野球まで日本の全レベルの野球を視察した。日本の野球にとても興味を持っていました。何かを学びたかったんです。当時はチェコ野球協会で小学生世代の育成を担当、目を向けたのが日本だった。2週間の滞在で学んだ改善の精神、何かを試合中にしたければもっと練習しなくてはいけない、課題を日々の練習で克服していく過程を重視した。米名門スタンフォード大や MLB ロイヤルズの春季キャンプも視察したが、ハジム監督の野球は 30% が米国式、70% はアジア、特に日本式、勤勉さ、規律、チーム精神、相手へのリスペクトを大事にする日本の野球文化に惚れ込んだ。日本式野球を持ち帰り、17年後の WBC では当時の育成年代が世界でも戦えることを示した。初出場、初勝利の快挙は 100% 日本のおかげだと断言。今回の強化試合も天からの贈り物と感謝した。選手たちにとってこの経験は私たちの次の旅に生かせるもの。2連敗に終わったが、世界ランク1位の強豪との対戦は今後の糧になる。2006年に蒔いた種が今実を結ぼうとしている。チェコは日本時間10日に始まったラグザス PRESENTS 第3回 WBSC プレミア12には出場しないが、2026年の WBC では再び日本と同じグループに入る。 WBC プレミア12五輪が私たちの目標というハジム監督。私はここ日本の東京で夢を抱いてスタートした。我々は小さな国だが大きな夢がある。10日の試合後会見で日の丸の鉢巻きを巻いた熱血指揮官。情熱の物語はこれからも続きそうだ。またチェコ代表のベンチコーチを務めるペテル・ジーマ氏は忍びというマークが入ったグラブを所持。これは日本のグラブメーカーの人にもらったんだ。昨年の欧州選手権の時にチェコに飛んできてくれたんだと明かし、忍びベースボールという日本のメーカーが製造したものだそうで、側面にはカタカナでペテル・ジーマと名前も刺繍されている。ジーマは試合ではこれを使っていなかったんだ、あまりに良すぎてしばらく棚に飾っていたんだよと語り、また同じメーカーのシンプルな茶色のグラブも持参しているようで、2つもらったんだ、とても気に入っているよと満足げに披露。昨春の WBC には主将として出場した35歳、本職が金融トレーダーであることも話題となり、現在も国内リーグエクストラリーガで現役を続けているが、今回は若手にチャンスを与えたいというパベル・ハジム監督の意向を受け首脳陣入りを快諾。コーチはとても難しいね、でも違った視点で野球を見ることができると学びの機会にしている。今回はプレミア12に臨む侍ジャパンの強化試合のための来日。チェコ代表はこちらには出場しないが、2026年の WBC では再び日本と同じグループに入り、ジーマは選手としてのロースター入りに全力を尽くすよと意欲を見せつつ、選手でもアシスタントコーチでも何だって受け入れるよ、このチームの一員として呼ばれることはとても光栄なことだと国を背負う誇りを強調している。またチェコ野球協会は公式 X でプレーしてくれてありがとう、日本と日本語で投稿、続けてありがとう侍ジャパン、この素晴らしい経験に心から感謝します、プレミア12の準備をお手伝いできたことは本当に光栄でしたと英語で綴り、頑張ってくださいチャンピオンたちとエールを送っている。13日に開幕が迫るプレミア12、侍ジャパンの戦いぶりに注目が集まる。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。